というわけで今日も元気にシーロークエローチャンネルへのお時間です。皆さんこんにちは、しょうこちゃんのジョニーです。今日もご視聴ありがとうございます。今日ですね、モンスターツイッグモンストを、実況していきたいと思います。はい、今日何やっていくかと言いますと、先日追加された、近畿の極なんですけれども、粛々と進めまして、完全制覇いたしました。はい、で25回をですねマルチで周回させていただいたところ、ナユタが出てしまったので、ちょっとそちらのナユタの模様をお伝えできればと思って動画にしております。その前にドナパーティーでちょっとクリアさせていただいたっていうのをちょっと紹介させていただければと思います。まあ、結構適性ガチガチで、私はあのキャラがいるので行かせていただいたんですけれども、あの本当に、まあ、適正がいても本当に勝てないよっていうお声も、まあ、リプライとかでたくさんいただいて、なんだったら私近畿の24回、多分150回ぐらい行ってるんですよ。で、あの、まあ、攻略サイトとか攻略動画とか見ないで、なんか自分でいろいろ試行錯誤しながらやらせていただいたんですけれども、まあ、私全然上手じゃないんですよ。上手じゃないんですけど、まあ、すごいいっぱいやったりとか、まあ、諦めなかったりとか、まあ、もしくはね、適正いない方は、まあ、適正借りたりとかすれば、まあ、クリアできるんだよっていうのを、なんかちょっと皆さんのちょっとでも勇気になればいいかなと思って、紹介させていただきたいと思います。はい、それでは21回ですね。21回は、バレンタインのアテナさんがめちゃくちゃ強かったですね。で、神殿回らずに作ったんで身がついてないみたいな状況なんですけれども、まあ、こんなパーティーでクリアしてます。はい、そして22回はこのパーティーでクリアしてます。最初貫通に入れてたんですけど、やっぱあの、途中全然やっぱ削りきれなかったんで、これはね、なんか、あの、いかに、あの弾とね HP 共有してる弾を攻撃していくかっていうのがすごく勉強になったクエストでした。はい、続きまして23回ですね。23回はこのパーティーでクリアしてます。これもね、大国主、マイ大国主は適正かと思って使ってるので身がついてないんですけども、フレンドさんね、大国主出してくださって本当にありがとうございました。 いろいろ使って結局小町使ったんですけど、まあ、ワルプルギスもねすごい強いですね。あいつの処理が本当にできなくて、まあいつの顔は本当にもう二度と見たくない。はい、続きまして24回でございます。24回もいろいろなんか小町使ってたりとか、あ、ダンテ使ったりとか、結構いろいろね、これはいいよって言ってくださってる方いっぱいいらっしゃったんですけれども、規制パーティーでクリアしましたね。本当に早めにチュポンさんを抜けるっていうのと、あとはもうなんかもう抜け方気をつけたりとか、2反射3反射4反射5反射ぐらい読まなきゃいけないというか、そこまで読めてなかったノリだった部分もあるんですけど、勉強になりましたね。はい、そしてラストもめちゃくちゃ適正でいってます。もうラストはね、本当にボーナスステージ、この今まで24回を超えてきた方なら絶対ねクリアできるだろう、まあ、周回してやってもいいかなと思えるようなステージですね。今回のその近畿っていろいろ勉強になることが多くて、なんかハマる角度とか、なんかターン調整とかを今までよりもちゃんと考えてやらなきゃいけないっていうことがあったので、まあすごい下手くそなりに成長できたかなと思ったので、ちょっと毎月頑張ってやっていければと思います。それではですね、ナユタの動画も、撮っております。今回はですね、マイケルカフェソンズのベゴンさんと、ユッケさんとちょっと行こうかみたいなノリで回ってた時に、出てきたので、ちょっとベーコンさんと、ユッケさんのちょっとお声も入った動画となっております。なので、まあ、よければね最後まで見ていってください。それでは行きましょう。ヒロと名前で、もう一回言って、さ、ホームズが下で拾って右の隙間から上に入っていく感じです。なるほど。やっぱダメだね、入らんね。地雷持って当たるゲーム？ナイス、ナイス。オッケー。次も同じ要領でシャドウラも4体処理。だから貫通だと4体処理いけやすいと思う。結構どうしようね、これ。探偵電気かな。それだと1個残らんかな。いけるかな。上離さないといけるかな。
怖いゲージ。ナイスナイス、いえ、消えるのね、この子はね。あ、消えたね。消えたよ、消えたよ。消えたね。次が、次から、かまいたちが出てくる。かまいたち。これ一曲で、一曲です。左から一曲で。ドロシーとそのザコの間、切り切り取る感じ。二個もしか持ってないけど、いけんのかな。左関係ない、ワンパン。あ、そう。そんなもん？ドロシーと。取っていいかな。えい、順調。貫通なんてなる感じ。地雷持って貫通なんてなる。で、こいつ殴ると地雷と弱点を真ん中出してくるから、ほう、確か。あとデュースでよって感じで。見るからさ。おー、強っ。えへへへへ、大変そう、ゲージ。私は私、私回復だもんね、大丈夫だ。弱点一発と下のシャドウドラゴン。え、弱点だけでいい？下がる。2体じゃないといけない、上と下。隙間そんなないから。おお。ここが3体やらないといけないかな。もらってと言って、もう一回、あ、ダメか。あ、生まれ変わったら4ターンになっちゃった。そうだね、どんな感じですか。まあ多分ドロシーとやれなきゃやれないかな、これ。いっぱいいっぱいつけた方がいいかな。じゃあ地雷ドロシー、これ持たすために上殴らなかったら多分ここで突破できないだろうから、地雷ザコを2個とも殴りたい。いや、どうして突破できるんですよ。めっちゃ持ってるな、あいつ。うぅ、いや、一回今殴っ、ちょっと殴ったじゃん。いや、殴って入るんだ。いや、地雷持って殴ったんじゃないかな。いや、だったらワンパンだと。そうか、最初やばくないから。やった、ナイス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 。よくわかんないけど言った。やばっ。踏んじゃうよ。スター舐めて上って刹那当たってワンチャンみたいな感じしかないけど、そうだね。下から跳ねて、そのザコの2体間通ってだね。いや、次当たったらいいけど、あ、でもどっち飛ぶかな。
ナイスー、きたおーっと、怖いよ、落とさないでね。切る方が大事。弱点が大事だから下の左下当たって。当たってあのレーダーの真ん中に出てくるぐらい。こんなもん？下ぐらい。下ぐらい。うわこんなもんかな。下ぐらい。それでめっちゃ早い。そのくらい。なるほどね。完全なんでそこを通るっていうだけでもう多分決定からね。ゲッス。強っ。アホアホ強い、アホ強い。あーそっか、飛べ飛べ、おー飛んどる。これちょっとむずいから、左から難しい。村山さんは普通にやれるやつか。村山はワンパンできる。村山も殴りとダウンさせて、チャンスを殴るっていう感じで。うん。ダウンさせて、枚数取ってみたいな感じ。枚数も運だから、弱点切ることが大事かな。痛い痛い痛い、どうしよう、ちっちゃいちっちゃい弱点。これもう一回行っちゃって左行く、それとも両方倒せた方がいい。回復も込めて左から回ぐるっと回って港へ向いてる。こんな感じ。しか取れなかった。これ突破したら自分で殴らんと上の爆弾取れないみたいなので、うん、あれである感覚でちょっと最後感じまっとるわ。やばい、刹那より先にナユタをゲットしてしまうかもしれん。でよ。ここ？五体処理基本なの。下上で三体処理で、上から下行って上行って三体処理で取る。出た。
ゲージが本当かわいそう。ナイス。うおいや、ゲージが本当ここはつらい。これやりそう、はい、入りそう、入りそう、うん、いけそう、いける、ナイスー、イエーイ。イスイス一生打てんね。いやえ、同時処理じゃないの？いや、さて同時処理じゃないの。氷でしんどい。そこそこ左の壁から反射で伸びていくしかない。そうだよね、こういうことだよね。いや、ちょっと持っていきたい、こんぐらい、うん、無理でいきます。よいしょ、無理。乗り乗ってる、乗ってます、隊長。ノリ。リセにこう弾をさせてから爆弾取ってたんだけどね。せちゃすぎせず打てるね。打てる。ブラザーで打てる。お願いします。いい。いい。でもいい。ゲージって怖い。あ、いや、当たった、惜しい、あ、惜しい。いや、固まった、怖いんだけど、え？嘘。やめてー！落とさないで、ここでー。ダウンしてるね、今チャンスやろ。してますね。ダウン解けたと思うな。やめやめやめ。いや、スタメラなんかも忘れた。あ、でも、ユート入ってる。行っちゃう？いや、じゃ、あ、そうだね、殴んないとあれが入んないね。せつなが行くみたいなとこない？行くけど遅いんだよね、多分。うん。あ、いいか、それでもいいか。いやー、それで行こうか。なるほど。行くよ、じゃあ。こんなもん？こんなもん？ちょっと遊びすぎてめちゃくちゃ上の方だから。うわ、舐めそう。もう一回。行ってみよう。見た。めっちゃ持っとる。どうしようかな、全然ダウンさせてほしいんで。あと持たないからもうちょっとずつ減らしてくれば大丈夫だから。どうしてね。よし、ナイスナイス。電話は勘弁して。破れる。このガードは破れる。いや、いた。これは勝ちました。これもそのまま殴ったら勝ちです。立て番で。やだー。
ところで強かったですか？うぅ、なんかあれだ、あんま弱点出すって意識すればいいのに殴ったらいいかもね。時が進まずだったら確かに。やばい、季節のより先にナヨタゲットしちゃった。ザッス、おめでとう。ありがとうございます。よかったよかった。はい、ということで無事ナヨタゲットしました。いやよかったね。いや、お恥ずかしながらまだ刹那を持ってなくて、仲介はちょポチポチしてるんですけど出なくて、お恥ずかしながらナヨタを先にゲットしてしまったんですけれども、ちょっと本当に本気で刹那を取りに行かなきゃいけないなと思いました。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。まあ、近畿ね、結構今回難易度高くてちょっと気持ち的にね、もうなんかしどいなっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、私でもクリアできたので皆さんにもクリアできると思いますので、もしよければちょっと頑張ろうと思えるような気持ちになってくださったら嬉しいなと思って、まあね、普段ね、まあ、プレイ動画ならずこんなこういう動画出さないんですけれども、出させていただきました。少しでも参考になれば嬉しいなと思います。少しでも皆さんの勇気になれば嬉しいなと思います。ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。ラストのジャンケンいきます。せーの、シロクロジャンケン最初にゃん、じゃんけんほい、グーです。なので、ファンの人は当てることあるかもよ。少しでも楽しんでくださった方はぜひ、いいねさせて動画の感想お待ちしております。もしよろしければチャンネル登録して、モンスターぼちぼち上げてますので、また次回の動画でお会いできると嬉しいなと思います。では、本当に最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバーイ。